アルセーニエフは、サンクトペテルブルクー生まれの極東ロシア地域の探検家、研究者、諜報官、地理学者、民族史学者、作家である。1910から1918年まで、ハバルフスク博物館長を務める。また、シベリア植物の数多くの種を書き記した最初の人物であると言われている。アルセーニエフの著書、デルス・ウザーラに感銘を受けたゴーリキーは、 アルセーニエフに手紙を書き、ロシア国立出版社から出版することを勧める。ウラジオストクには彼の名を冠したアルセーニエフ沿海地方州立博物館とアルセーニエフの遺記念館がある。この博物館には中国、明朝の支配がアムール川下流域まで及んでいたことを示す。八つ時間へやす指示費が収蔵されている。15世紀の初め、民の永楽三は、 現在のニコライフスクのアムーレ西部に、出先の役所を設置した。そこの長官は、占いにのっとって、西方の高く麗しい山の上に寺院を建て、土で仏像も作った。その様は優雅できらびやかなものであった。そして、これらの経緯を記した石碑を建てた。なお、碑文は、石碑の表の面が中国語、裏の面が女真語であり、側面には漢字。 女神文字、パスパ文字、キッタン文字が書かれているという。ウラジオストクの北東約百八十キロメートルのところには彼の名にちなんだアルセーニエフという町も存在する。ISBN 九百七十八から四十五億八千二百八十万五百五十五ワイド版二千三年。ISBN 九百七十八から四十二億五千六百八十万五5 80, 3上官に。 薄り機構を収録。ISBN978 から43を946万 1380&ISBN978 から43を946万 1397&ISBN978 から40億9251万456 ISBN 978から45億8280万7868ありがとうございます。